はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるく頑張ろう。まずね、ピーマンを細切りして、これは大葉はさ、くるくるっと巻いて、ざっくり粗みじんにするよ。もうね、ざっくりでいい。そしたらね、ウインナーね、いつも通りちゃんと2本で切り込みを入れるよ。今日はちょっとね、なんだ、かわいいタコさん、いつも斜めに切ってからさ、タコさんにするんだけど、真っ二つに切ってからタコさんにしようと思ってみた。で、豚こま大葉ボールの分量、これです。これもね、さっぱり爽やかで美味しいの。大葉ってさ、香り？風味？どっち？なんて言えばいい？風味がいいからね、すごく美味しい。そして粉気がなくなるまでしっかり揉み込むよ。そしたらね、一口大に丸める。なるべくさ、平たく丸めた方が火の通りが早いからね。平たく丸めて、もう丸めるのはね、適当でもね、くっつく、ちゃんと丸い形になるよ。そしたら卵焼きの準備です。今日はね、なめたけとネギにしたんだ。そしてさ、私先月の16日だったかな、お肉とかさ、まとめ買いをしてたでしょう。もうね、食べるものがない食べるものがないって買い物に行かんのがいかんのよね。食べるものがないというかね、もう残り少ないのなんだっけ、業務スーパーにはさ、病院の帰りに寄ったりしてたけどね、がっつりたっぷりまとめ買いはしてないからさ、っていうか今ちょっと声入れてる時に学校から連絡が来たんだけどとうとうですとうとう息子のクラスでね、出ちゃったみたいで、感染者が学級閉鎖になってるので、今から帰らしますって教頭先生から電話が来ましたね。ね、やっぱね、いつかね、そういう日が来るとは思っていたけども、突然のことに、なんていうの、母は、母さんは戸惑っております。戸惑うっていうのかな、なんていうのかな、あ、そっかって。まあ何日ね、何日学級閉鎖になるんだろう。また多分学校から連絡が来るからね、その連絡を待とうと思います。ほんとね、身近に迫ってきてるしね、もうほんと一人一人みんな気をつけて過ごそう。まあ、気をつけててもさ、感染することはあるけどね、もうこんな田舎でもね、私たちが住んでるこんな田舎でもやっぱこうやってね、学級閉鎖とかあるからね、多分息子は、わーい、学校が休みになったってワクワクしてるだろうけどね。まあね、なんて言えばいいんだろう、突然のことに
私突然のことに対応できないの。このなんていうの、頭の中のさ容量がオーバーヒートしちゃって、突然のことにびっくりしすぎて言葉が出ないの、困っちゃうね。もう笑うしかないもん。もうどうしますよ、どうにもこうにも、あんた言ってもさっちもどうにもブルドッグだわ。まあね、でもほんとしょうがないもんね、こればっかりはね。みんなさ、なりたくてなるわけじゃないんだから、うん、そうそう、仕方がない。さあさあ、じゃあ今日から息子はしばらく学級閉鎖だから、何をして過ごしましょう。今日はちょっとね、私はね、午前中用事があったからね、まず一緒に連れて行くかな。一緒に連れて行って、ちょこーっと、そうだな、なんか好きなものでも食べさせて、何をしよう。私の頭の中は今、なんか、こんがらがってちょっと動揺して、ただでさえぶっ飛んだ頭の中のネジが全部崩壊しました。びっくりしちゃって、もう、ね、突然ね、突然のことにびっくりしちゃった。教頭先生から電話来たから、まさかって思ってさ、最初一瞬息子がなんか事故かなんかにあったのと思ってさ、変な方向に考えちゃったけど、それじゃなかったからもよかった。もうびっくりしちゃうよね、こんな朝にさ。教頭先生から電話が来れば何事かと思った。もう心臓バクバク、ほんとね、とっさのことにね、なんて言うんだろう、非日常的なことが起きるというの。そしたらもうね、すぐね、あのびっくりしちゃうの、あのなんて言うのかね、この対応しきれない私の脳みその頭の容量がいっぱいいっぱい、もう自分で今何喋ってるか分かんないの。ほんと、ただでさえいつもさ、いらんこと話したりさしてるのに、今日は特にこういう状況で私がそれに対応できないという、あの突発的なことに対応できずにちょっとおったまげてますけどね、たまげてるうちにもう弁当できました。ちょっと息子の帰りをね、待とうと思う。家から、いや、家からじゃない、学校から家まで数百メートルだから、もうすぐ帰ってくると思うんだ。もうごめんね。なんか今日は余計、なんか何言ってるかわからない。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。みんな気をつけようね。じゃあねー。